上院多数党院内総務、チャック・シューマー氏は2月11日に議会議事堂で予想通りトランプ氏の無罪が言い渡された際にもアメリカ合衆国憲法修正第14条を再度使用する可能性があるのかとマスコミの記者団に質問された際私たちは弾劾裁判が終われば民主党内議員たちと一緒に次の行動について議論すると記者団に語っていた修正第14条第3節には アメリカ合衆国議会議員、国の機関の役人、州議会議員、あるいは州の行政及び司法の役人として、アメリカ合衆国憲法を支持することを依然に誓い、かつそれらに対する反乱に加わった者、あるいはその敵に対して援助や同調をした者は、アメリカ合衆国下院または上院議員、大統領及び副大統領の選挙人、 あるいは国、または州の公的、軍事的役職に就くことはできないとある。また第5節には、アメリカ合衆国議会は適切な立法により、本修正第14条の条項の施行権限を有するとある。弾劾裁判で有罪判決を下すには67票が必要であり、共和党から17人の上院議員を説得して賛成させる必要があったが、 民主党員はそれを差し置いて修正案を使用するかどうかについて公然と議論していたのだ。例えば上院議員のバージニア州民主党員ティム・ケイン氏と長時間話をした上院議員のイリノイ州民主党員ディック・ダービン氏によってティム・ケイン氏が弾劾の代替案の検討を担当していたことが明かされている。憲法学者のリック・グリーン氏は大紀元時報に民主党が憲法の異なる部分をつなぎ合わせて 修正第14条を根拠に、弾劾裁判が多数票で可決するようにすると考えられると語っていた。なお現在、トランプ氏の無罪は確定している。